フィンランド大使館全系フィンランド大使館、西門フィンランド大使館の平和一部石垣、中日フィンランド大使館は日本に所在するフィンランドの大使館である。在東京フィンランド大使館とも、同大使館がツイッターのアカウントを開設したのは2011年、初頭で試験運用中に発生した東日本大震災直後には、フェイスブックで掲載した。 危機情報のフィードを配信した。2011年11月からは、本格的に広報活動を開始。モイ、ニュットなど、日常のフィンランド語の紹介や、フィンランド国土の擬人化キャラクター、スオミネイトのイラストコンテスト、フィンランドの英雄をモチーフにしたキャラクターが登場する、アニメーション映画、ストライクウィッチーズ劇場版の原作者。 島田文鐘との公式サイト上での対談が行われた。ツイッター担当者は NHK 広報局によりフィンタンと名付けられ、しばらくの間アイコンにはスオミネイトが使われていたが、公募により糸祖賢治、石井太夫氏によるイラストが採用された。2020年8月1日、駐在武官が常駐する武官室が75年ぶりに開設され、 中日大使館付けとしては、初代となる、駐在部官に、金も、タルバイネン大佐が着任した。ありがとうございます。